こんにちは、アブラミ長男です。うっす、はい、今日はねちょっとしたプチレビューでございます。ワークマンのね今着てるこれ、裏アルミ MA1 タイプジャンパーね、フィールドコアから出てます裏アルミシリーズの MA1 ジャンパーでございますね。肩のここに入っているフィールドコアね、このタグちょっと気に入っております。で今日は何のレビューかと言いますと、私これ買ってからねほんの数日でね雨の日に遭遇してしまったんですね。仕事がちょっとね遅い事務処理があって、職場を出たのが午前0時回っておりましたところ、外に出たら雨降ってやがったんですよ。で私バイク通勤でねスーパーカーボンの110に乗ってるんですが、カッパを持ってなかったわけですね。でまあもういいやと、家まで、約3キロで、時間にしてそうですね7、8分ですかね、バイクでスーッと帰れるんで、まあざんざん降りではなくまあ小降りぐらいかなっていう雨なんで、もうそのまま行っちゃえね。上はこの、ジャンパーで、下はねこの間買いましてレビューにもあげました、マイクロウォームパンツね、あれを履いてみました。で、雨の中を7分間ノーガードで走って、どうなったかをご覧ください。なお、夜中なんでね大きい声でわーわー喋るのはちょっとあれなんで、小さい声で喋ってるんで聞きづらい点はご了承くださいということで、ではどうぞ。ただいま時刻は午前0時を回りました。事務処理が終わって真夜中に帰ろうかと思うと雨が降っております。音聞こえますかね。今からねこの中を、裏アルミ MA1 タイプジャンパーね、フィールドコアの MA1 タイプ裏アルミジャンパーと、マイクロフリース、これを着てね、上にはレインコート着ずに、スーパーカブで、自宅まで帰りたいと思います。どうなりますか。よし、じゃあカブちゃん帰りましょうか。はい、帰ってきました。時間にして7分乗っただけなんですが、こんな感じに濡れております。腕を見ていただけるとねお分かりいただけると思うんですが、雨がかかった部分はね色が変わって割とねあっさりと染み込んでしまいました。ここ濡れなかった部分が鮮やかなグリーンのままなんかお分かりいただけるでしょうか。まあこんな感じでね少量の雨でも染み込みます。ちょっとね夜中で小さな声で喋ってるんですけども、まあ、正直防水性能などは期待しちゃいけない上着であることが分かりました。ズボンはね、こんな感じですね。後ろはねあんまり濡れてないですけど、前がねもう染み込みまくってますね。後ろは大丈夫なんですけどね、雨がかかるところは即座に染み込みます。まあ面ですからねしょうがないですね。はい、まあそんな感じでした。意外だったのがこのねジャンパーが、これ見えますかね、ここね、素材表がねポリエステル 100% なんですよ。なんかまあ触った感じでもツルツルしてるしね、これ結構ツルンツルンって水弾いてくれるんじゃないかなって僕思ってたんですけど、もう全然ですね、雨受けたらそれがそのままベターっと広がってスーッと入っていくような感じです。で動画でもちょっと分かりにくかったかもしれませんけど、こうシワにねバイク乗っててこうなってましたんで、雨かかってないとこは濡れてないね、色がもう全然濡れたとこと濡れてないとこ色違いましたからね、もう染み込んでるとこと全く濡れてないとこね、ですからこのジャンパーに関しては雨はもうガンガン吸いますので、
雨の日ね、傘なしでちょっと走っちゃえなんていう使い方はあまり向いてないんじゃないかなと思います。で、下のマイクロウォームパンツ、あれはもうしょうがないですね、うん、表がね綿 98% ですからね、もうそりゃ吸います、吸い放題です。まあ結果として上下ともに吸い放題だったというお話で、まあ結論としてこのジャンパー防水性はほぼゼロだと思ってもらっていいかと思います。まあね、最初から雨だと分かってれば私は防寒防水ストレッチジャケット着ますんで、まあ、使い分けていけば問題ないかなと思っております。まあそんなこんなでまたね、いろいろと思うところがあればレビューさせていただきますので、チャンネルチェックとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。登録していただけますと、ハシビロコウちゃんもとても喜びますね。そうだろう、うん。まあそんなこんなで、またお会いしましょう。それでは。